それではですね、まずはじめに、子ども110番の車が見守ります安心フッカーパトロールにつきましてご説明いたします。資料の1ページをご覧ください。安心フッカーパトロールは子どもの見守り活動中と一目でわかるステッカーを自動車に貼り付けて走行することで防犯の目を増やし地域の犯罪抑止力を高めることを目的としております。また子どもが犯罪などトラブルに巻き込まれている際には保護したり110番通報したりするなど地域ぐるみで子どもたちの安全を見守るボランティア制度となっております。この制度は深谷市 PTA 連合会や校長会などからの声を反映したもので企業などの地域貢献活動としての取り組みではなく学校関係者が中心となり取り組みがスタートするのは全国でも珍しい例となります。まずは9月から市の公用車で見守り活動をスタートし同時に各学校で登録者を募集選定した上で11月をめどに学校関係者にも取り組みを広げていきます。そして将来的には学校関係者以外の地域住民や企業なども巻き込み地域総ぐるみで子どもを見守る地域の目を増やし安全安心なまちづくりに取り組んでまいります。次に志深谷科学塾ワクワク実験コーナーの開催につきましてご説明いたします。資料の2ページをご覧ください。深谷市では毎年夏休みの自由研究の優秀作品を展示する科学展を開催しています。今年の科学展では初めての試みとして近隣の高校の科学部に在籍する生徒が講師となる体験型の実験コーナーを設けます。この実験コーナーは来場した小中学生を対象として子どもたちの興味関心を引きつける夜光バッジ作りや光るスライム作りなど体験しながら科学の不思議さを実感できるコーナーになっており科学展に来られた方は誰でも参加することができます。科学展に来場する小中学生は科学への興味関心が高いと考えられ今回の取り組みはそうした子どもたちへの相乗効果を期待して実施するものでもあります。この授業は7月に開催した志深谷科学塾の取り組みをさらに広げたもので市内の公立小中学校で取り組んでいる深谷の子6つの誓いに定める私はたくさん挑戦体験しますの項目にあたるものであります。志深谷科学塾は平成23年度にスタートし今年で通算13回目となります。今後もさまざまな施設や地元企業近隣の高校や大学などの力を借りながら子どもたちの夢と志を育んでまいります。次に心まわるく出会い旅第7回深谷縁旅につきましてご説明いたします。資料の3ページをご覧ください。深谷縁旅は食を楽しむ、技を学ぶ、心に触れる、未来を紡ぐの4つのジャンルに分類した体験型プログラムで深谷ならではの食を楽しんだり職人の技に触れたりレンガの街並みを散策したりまた子どもたちが体験できるプログラムも準備し深谷の特色やお店の魅力を生かしたバリエーション豊かな73のプログラムを体験することができます。開催期間は9月14日から11月30日まででプログラムによって開催日が異なります。予約は9月1日から先着順で受付を行い定員になり次第プログラムごと締め切りとなります。また昨年までは3ヶ月の期間限定で行われていた深谷縁旅ですが期間以外でも参加したいとの声に応え今年からは従来よりも長く楽しめる通年版の特別な深谷縁旅も開催いたします。こちらは12月1日から来年の3月31日まで開催いたします。詳しくは商工振興課深谷 市役所本庁舎、各公民館などで配布している深谷縁旅公式ガイドブックに掲載されておりますのでぜひご覧ください。深谷の魅力を伝えたい、深谷をにぎわいと触れ合いの街にしたい、そんな熱い思いを持った人たちが集い、
実施する深谷エンタメに多くの人に参加していただき、深谷のさまざまな魅力を知り、そして共有していただきたいと考えております。本日は以上でございます。よろしくお願いします。